近海はハイドワーフの資源をクラフトドップに輸送する路線を設定したっす。しかし、ハイドワーフから送られてくる資源量が凄まじく、輸送力の増強が必要かもしれないっすね。いや、それはちょっと待って。何ですか？今は人領内の資源がハイドワーフの一点から犬領に流れ込んでいるから、元地雷原を経由する北側の路線を組めば輸送量が変わるかもしれない。なるほど。ネオマユリコを駅に乗り入れさせるから、ホーム拡張させてな。編成は長めの貨物を予定しているから、ホームも長めによろしく。じゃあ、400メートルくらい用意しておくすかね。まあ、240メートルもあればいいとは思うが。300メートル以上作っちゃったんすけど。後で削っとけ。ついでに駅舎も建て替えておくすかね。新型の駅舎。駅舎のデザインは悪くないけど、全部の駅でこの形状ってのは胃もたれするな。そこはモッドで調整してくださいっす。国境をまたぐ橋はデザインを変えよう。貨物一本で吊り橋は大げさじゃないっすかね。いやね、ガーダー橋っぽくしたいのよ。吊り橋作って、半分壊して再設置したらそれっぽくなる。また妙なこだわり方して。あとは伏線化して完了。貨物列車は AM7 の10連。こっちも貨物満載じゃないっすか。300近い貨物を満載してもトップスピードでぶっちぎる編成。ネオマユリコ駅って地味に高台で、途中もアップダウンあるから。過剰なくらいパワー重視して10連にしてある。贅沢な運用っすね。これでクラフトドップ方面の貨物量に変化がなければ修正する感じで。うっす。まあ、こっちはこっちで貨物量急増して犬の貨物路線全般がパンクするかもしれんが。路線大改造で作り変えたばかりなのに。路線だけ見直して、取り扱い貨物の設定忘れてるだろ。同じ品目を輸出も輸入もして無駄に輸送しているぞ。ああ、路線作り直して忘れてたっすね。あ、そうそう。この鉄道で扱う貨車はコンテナとしていくのみ。あれ、燃料とか原油は？原油や燃料の輸送は船便のタンカーを使う。また随分ボロい船を。輸送量はそんなに多くないからこれでいいだろ。アザラシとクラフトドップで石油生産は間に合ってるっすからね。都市の規模が大きくなって、燃料はいくらあっても困らないっすけど。原油自体はそれほどっすかね。ただ、原油ではなく加工した石油はプラスチックの生産で欲しいところっすね。まあ、余ってる分はどんどん送ってやる。これで犬量は大成長間違いなしっすよ。犬領内の資源供給量が 1.7 倍、っすからね。そして人口急増で、結局輸送路線全面見直しになると。嬉しい手間と思って受け入れるっすよ。ならばよし。空港開業も相まって、都市の人口がだいぶ回復したざます。ニャルベリーの自家用車禁止令で人口が急落したけど。空港のおかげで早期復旧ができた感じかな。商工業は渋滞解消で資源が行き渡り、自家用車規制前よりも成長しているざます。自家用車規制で住民が一気に減ったのは痛かったざますね。都市の成長だけを考えるなら、バスとトラックのルートだけを規制した方がいいね。自家用車規制なんてやりすぎだったんだ。規制撤廃するざます？いや、そんなコロコロ制度を変えたら反乱が起こる。ここはもう実験都市扱いでいいよ。免許返納世代に理想的な都市。おばすて山ざます。交通事故率の低さをアピールしていこう。方針は決まったから、ダシ村の公共交通機関を整備していこう。自家用車が使えない分を不満が出ないようにカバーしないといけない。リモートワークを推奨して、ドローンによる配送を充実させるざます。凄盛市民作戦。外出が必要な時は、徒歩か自転車か公共交通機関。そのためにも、バスやトラックの範囲は都市を網羅するレベルが望ましいざます。でも、お金を節約するために最低限の予算で済ませる。バスやトラックの購入ではなく、バス停の移設でカバー範囲を調整。路線数を維持して、予算増加を防ぐべし。路線で使う道路は制限速度を上げるためにアップグレードしておくざます。バスの利用者が増えれば赤字も減るね。減らすべき赤字はここが一番ざますよ。赤字垂れ流しの短距離路線。必要経費だからね。しょうがないね。電車売ってトラムかバスにしたら黒字になるざます。電車減らすのはやだ。やだとかそういう話ではないざます。利用者いっぱいいるのに。慈善事業じゃないざますよ。赤字は減らす。これ大事ざます。だから、電車は撤去ざます。やだ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 。わがまま言うなら殺すざますよ。バイオレンス。代わりに少しでも赤字減らすから。編成数に合わせて、ホーム途中で折り返すように線路を撤去。往復距離の削減で運行経費を減らして往復頻度も上昇。間違いなく赤字は減る。駅舎拡張で利用者も増やそう。道路接続が増えると影響範囲も広くなる。利用者も増やせる。さらに経路を増やして、利用者を呼び込む。盛り土を撤去して、橋にして、下に道路を通そう。
これで駅の有効範囲も拡張、利用者を増やせるはず。だから撤去はしないで。ここまで勝手に工事を進められたら撤去しようにもできないざますよ。でもほら、赤字50万から8万まで減った。路線の見直し大成功。駅の線路を撤去して停車位置を調整、運行費用のロスを削減。しょうがないざますね。必要経費の削減で認めるざますよ。いや、黒字になった。まあ、やはりこの子は天才だったざます。もっと褒めろ。宅のせがれは本当に自慢の容姿ざますよ。え、容姿？そういえば、犬との交易制限緩和の話があったざますね。人口が増えて資源需要が高まっているざます。輸出入量の交渉に行ってくるざますね。早速飛行機でクラフトドッグに飛ぶざますよ。今回はここまでざます。え、容姿の話は？バイナラー。前回はオールドキャットまでの電化と空港を作りました。越を行きの飛行機は常に満員で好調ですが、飛行機が足りないのがちょっと問題ですね。空港線のついでに建設した中央線の猫寮中央駅は早くも利用者でいっぱいです。中央駅を利用している人は空港やオールドキャット方面に行く人だけではなく、キャットレイク郊外とポートキャット郊外が目的地の人もいます。しかし現在は中央駅へのアクセスがバスと空港線のみのため、市街地中心部からの利用者数がバスのキャパシティを超えています。なので今回はキャットレイクに行く地下鉄の経路を変更して中央駅を経由させて旅客の利便性を上げていきます。パパッと工事しちゃいましょう。地下鉄は見えないから雑に線路を設置してもいいですかね。細かい調整もせずに直接つなげます。あ、高さだけ調整でーん。あとは適当に伏線化していきましょう。地上への出口も作って、あ、左右の線路間違えた。つなぎ直してと、信号を作って完了。あとは経過観察して対応していきましょう。待ってる間にバスの便数調整などもして、輸送力不足の路線が出ないように対応していきます。問題はやっぱり飛行機ですかね。パンダさんが塗装でごまかしたって言ってたけど、早くも塗装が剥げてきてます。待機の旅客は300人、輸送力は40人。早く新型機材を調達したいところですが、無理な工事も相まって予算が厳しくなってきました。最近ゴブリンからの貢ぎ物が減って黒字が減少してきています。何より資源自体が不足気味で、いろいろと方針転換が必要な時期かもしれません。話は聞かせてもらった。ヒューマノイドが手をつけていない資源があるのをご存知か。ヒグマ寮の資源ですかね。その通り、ヒグマ寮は規制だけされて資源は手つかずの状態だ。ヒグマ寮首都キングベア、大ヒューマノイド要塞都市として山を削り出して作られた巨大要塞。歴史上一度たりとも陥落したことがない腐敗の要塞だが、生産資源のない高台の都市に価値はないとしてスルーされていただけである。平時においてはその立地から不便極まりない劣悪環境の都市で、セルフ陸のことを平時でも籠城戦、腐敗ならぬ腐敗の要塞と自国民に言わしめた歴史に残る愚策の末路。あまりに残念な都市であることから、戦後にヒューマノイドが規制を施さなかった唯一の都市である。というわけで、キングベアーに空の便を設定して支援しようかと。え、なんで？キングベアーに恩を売って、ヒグマ領内の資源利用を認めさせる。クマラルンプールなどの都市はヒューマノイドが規制しているから、ヒグマ領内の資源をヒグマの都市に利用することはできない。だが、ヒグマ領内の資源を我々が使う分には規制されていない。キングベアーは規制されてないから支援しても問題がない。キングベアー支援を口実に、ヒグマ領内の資源利用権利を引き出すと。そういうこと。でもヒグマと接触してはいけないって言われてるんですけど。その点はこちらが仲介する。キングベアーはあらゆるものが枯渇しているから、旅客も物資も需要がある。輸送手段は現状空路に限られるが、トラックでも輸送できないこともない。パンダからの支援はトラックでなんとかするから、空路はそちらで引き受けてもらいたい。そういうことなら任せてください。小型機用空港が空いているので利用していきましょう。旅客需要の調査をするためにピラタスで偵察に行かせます。よろしく頼む。早く降りて。発送。雲隠れのついでに調査で送り込まれたトモキャット。固定翼機は苦手の模様。おえっぷ。まだ降りない？
うっぷ。お、降りた？じゃあ、調査してさっさと帰ろう。航路設定直後から乗客が発生するくらいには需要があるのか。これをピラタスで対応するには重機は必要かもしれんぞ。操発機の採用が必要になるだろう。メモメモっと。市内にはバスが1台だけ運行している。アメリカのスクールバスとか、このタイプみたいなの映画でよく見るな。パンダが提供したらしいが、他にトラムも1両だけパンダが提供したとか。そのおかげで、クソリッチながらもヒグマ用の中で人口最多。最多といっても誤差レベルだが、自家用車規制までされたベアークローやクマラルンプールよりはマシだな。ヒグマ支援をどこまでやるのかはわからんが、ニャルベリーの手腕とやらを見せてもらおうか。あれ？置いてかれた。まあ、次の飛行機を待つか。